ありがとうございます。それでは釈迦さん、カズノコさん、よろしくお願いします。カジめちゃめちゃ強いでしょ、絶対。おいや、ちょっとスーパーサイヤ人3いますけど、これいいじゃないですか。これ絶対強いっすよ。まあでもほら、スーパーサイヤ人3って長持ちしないんで。それ再現されてます。それあります。おっ、やばい、出てくる魚、ガード。うわな、さっきの恨みを晴らす。なんだ、すごいドラゴンダッシュのドラゴンダッシュ特殊して、かなりいいアクションですね。やべ、間違えた、やばい、うわー、負けた、ほら、やべ、間違えた。やはりこの DP の上では、このスーパーサイヤ人3の悟空もかなり強いキャラクターになっていますので、はい、自力で戦っていくとなかなかベジータは大変なバトルを強いられるかなと思うんですけれども、どうカバーしていくのか。うわ、投げた、うわー、何、おー、すごい。バニッシングをですね、さらにあの真後ろを取られた瞬間にタイミングよく、はい、ボタンを押すことで、ですね、さらにその裏を取ることができるというアクションがありまして、今早速決められていたので、やはり腕の高さというか技術の高さが見える試合ですね。瞬間移動、うわー、後ろいる。シンプルにかっこいいですね。そうですね、本当に素晴らしい。やばい、うまいんだけど。近距離でやっぱりガードを固めたくなるんですけど、今の投げ技なので、はい、そのガードを破ってですね、おー、必殺技ですね。うわ減る。いや、結構のダメージをもらってしまいますね。やばい、やばい、そうですね、はい、何、ベジータはですね、今やっていただいた通り、はい、変身ができますので。なんだ、自己紹介始まった。自己紹介してる場合じゃないぞ。強い。ちょっと余韻とかないんすか。すかさず攻撃しかけていく、隙を与えない。いや、うまいんだけど。おお、投げ抜け、すごいです。ほら、強い、強い、強い、マジで強い。うわ、投げ抜けてる。投げ抜けを徹底的に。あ、なんだ、やべ、変身を解除、解除したね。高田さん、舐めてるか。間違えた、間違えた、間違えた、間違えた。ちょっとリードしての余裕かと思いきや、時間切れとかじゃないんですね。そうですね、解除しちゃったっ、今のはシンプルに解除する、ね、ボタンを押されましたね。やばい、情けかけられてる、高田さんに。あ、そうですね、それでもまだ今ちょっとベジータの方が不利な状態なので、ぜひ巻き返していただければと思います。いや、ちょっと怖いんだけど、マジでやばい、やばい、このジャンルで負けたくないぞ、これ。中さんに2番手ブロリーで、お二人とも3人ずつ選んでいますので、はい、まだこの後倒されてもまだ次がいますので、ごめんなさい、巻き返していただければと。やりたいことやらないけど。うわ、なんだ、あ、でも後ろ取って、あ、でも後ろ取り返されました。こういった気弾を打ってもですね、やはりちょっと弾くこともできたりするので、ちょっとあれほど遠いところで打っていくと、はい、はい、ちょっとあまりダメージを取れないという、でもこっちが気を使ってしまうというのは、なかなか不利になってしまうので、やべえ、少し気をつけてながら戦っていただければと。でもあと少しですね、ブロリーも押してますよ。練習したコンボが全く通じんとか。やばい。あ、わ、オッケー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 、よかったよかったよかった。合間時間とか練習されていたところもあったんですけど、そのコンボがなんと釈迦さんに見事に返されてしまうというのですね、さっきから、はい、行われてますね。バータとブロリーどういう戦いなのか。ほら、おお、やばい、うまい、これリベンジカウントですね。食らいながらも反撃できる技をですね、使っていただいたんですけれども、すぐにさらにバータの方から押し返されるというところで、これは強くなった方がいいでしょう。変身ですね。うわ、かっこいい。うわ、出た、止まらんぞ俺は。どんどんパワーアップしていきますので、何が止まらんじゃない、やばい、ブロリの見せ場だったのに。刺激、よしよし、うわ、うまっ、からの必殺技で、いっ、オッケー、見せた、がっつり持ってきましたね。かなり巻き返してますよ。むずむず、やばい、投げだ、いや、ブロリー相手にバトルも前線してますよ、これは。そうですね、かなり DP の差はあるんですけれども、ああ、うまい、かなりいい試合になってますね、はい、やばい、スペシャルファイティングポーズ取っちゃった。時間が経つと釈迦さんもだいぶ追い込まれてきてるのかな。そうですね、かなり巻き返してると思います。あ、待て、変身になっちゃう、待て、キャラクターチェンジ、まずい、これ転身が来た、間違えたぞ。さあ、出てきました。なんだ、おー、当たった、結構鋭い攻撃なので避けるのが難しいですね。あー、うまいんだけど、これしっかりとガードした後に投げを決めていくというところで、ちょっと待って、ズル、気候法、やっべ、おー、よけた、うま、
バートはスピードあるキャラクターですので、回避能力もすごい高いですね。やばい、ちょバートが一番強いんだけど。なかなかあと少しのところ押し切れず、もう少しです。バート早く倒してえな、これ。太陽剣、何いけない、ギリギリで粘りますね。そうですね、というわけでうまくヒットさせることができると相手が見失ってしまうというですね、効果があるんですけども、うわ頭立っちゃう。やばい、もう何にも考えずに気弾で倒してた。やばい、俺最後のやつドクターゲロだ。ドクターゲロ、ドクターゲロ、むずい、ちょっと待って、むずい、カズノコさんは最後ドクターゲロ、敵の管理がなかなか難しいですね。まだカズノコさんはブロリーと精神班がいる。はい、まだ控えてますね。あ、ドドッパでしょう。避ける、あ、ちょっと鋭い、おー、なんかめっちゃ曲がった。ちょっとずるずるずる、ちゃんとガードすることができれば、キラを吸収することができるので、おい、はい、吸収、ちゃんと人造人間なのでそういったこともできたりします。うかつに打ってしまうと、なんかのタグ寄ってしまうと、やばい、タグ寄っていかない、うまい、後ろ回り込んで、なんだ、お、投げがミスだ、やばい、お、カウンターですね。かなり難しい状況のカウンターを今決めて、はい、ピンチを乗り切りましたね。なんだ、なんだ、よくわからん、スキルですね、これバフがかかっています、ステータスが上がっている状態です。やべー、強い、カウンターがうまいですね。でも大丈夫、ブローリーがいるから、はい、かなりシビアなタイミングでボタンを押さないとですね、決まらないカウンターを今もう連続で決めているので、佐賀さんの技術の高さがですね、見えない、ね、いや強いぞブローリー、ブローリーとブローリー強すぎる。でもかなり一ポイントのお互い、あ、スパーカのものになりました。かなり強力な状態になってます。まずいまずい、連続で攻撃できたりですね。逃げたい、逃げたい、逃げたい、つながってんの、あ、受けた、うわ、避けましたね、なんとか、もうかなりピンチですが、あ、どう、釈迦さんはさっきバートの時も粘ってましたからね、この、はい、ここからの粘りがまだありますよ。どうなっていくかですよ、はい、ただカズノコさんも、あ、待って、釈迦さん、あ、時間ないよ、時間、時間ないよ、だから釈迦さん、人造人間で隠れてる場所ないでしょ、釈迦さん。さあ、それでは2戦目スタートしていきましょう。サタンをピックアップされたのがサタンだ、カズノコさん、はい、いやもう俺完全に強キャラぶち込んできました。7コストと8コストの詰め合わせ、ほら逃げない、早速始まった、ほらほらほら、何ちょっと近づいて、あ、サタンを使っているのがカズノコさん、そしてご飯を使っているのがシャカさんとなっています、はい、おら、何もう進行じゃない、結構やってますよ、サビよくやばいってか、なんか笑ってたの、飛べねえ、飛べねえ、飛べるわけないだろサタンが。おら、やばいやばい、もう危ない、遠くからこれ撃ったらなんサタンはやっぱ飛べないんですかね。はい、サタンは僕術持たないキャラクターなので、あの自由落下してしまいますね。おらおらおら、やばいやばい、これ大変大変、何投げてんだこれ、ちょっと気候持ってないので、あの石を投げている、石石石で勝ってんのか、サイヤ、おらおらおら、沖縄走ってるっすか。待って、声優寄れないぞこれ、見せかけて、おらおらおら、おら、何、ちょっとカウンターとかサタンも伝えますので、はい、いけ、嘘だろ、サタン、うわ、すげえ、遠すぎて避けられてしまいました、おらおら、やばい、死ぬ、あ、でも頑張れ、うまいな、え、繋がってる、あ、びっくりした、今のはまたスキルでバフですね、やばい、あ、サタン危ない、サタン危ない、なんだ、おらおらおら、やばい、攻撃してくれ、攻撃してくれ、サタン、あっという間に容赦ない。さあ、そしてカズノコさん、ゴールデンフリーザー、アンコールも強化入れてきましたから、はい、入れてるやん、すごいカウンター合戦、やばい、かなりタイミングがシビアなものを連続で今決められていて、すごいアクションです。ゴールデンフィーザーもやっぱ DP としてはかなり大きい、はい、強いキャラなので、はい、かなりいい試合になると思いますよ。ここまで高さ難なく、やばい、ところは進めている様子が、そうですね、こうかなり立体的でちょっと難易度が高いとは思うんですけども、アクションのゲームとしては高いと思うんですけど、すごいもう自由自在に操っていただいて、すごくかっこいいアクションしていただいて、ほら、マジか、
うわー、かぶってる。おい、まずいぞこれ。まずご飯が倒せない。おら、やべえ。しっかりと投げを挟んで相手のガードをさせない。やべえ、めちゃくちゃ上手くなってる。おら、だいぶ使いこなしてますよ、シャカさんのファンを。ゴールデンフリーザー負けてないか。そうですね、少しまだフリーザーがリードする。おら、おら、やばすぎ、おら、やばすぎる、コンボ。シャカ、ご飯強い。まずい、これ強いですね、ちょっと2人抜きしましたね。マジンブー、はい、3人目はマジンブーですね。なんでそれ強い。よし、さすがに。おお、あ、え、これはフィニッシュを解除してしまった。おらおらおら、ちょっとしたなめぶというやつですか、俺もしかして。舐めやがって。おらおら、頼むマジンブー。おらおら、頼むマジンブー。やばい、間違えた。ゆっくり裏を取って、やばい、むせ。あ、ちょっとちょっと盛り返してきましたね。真中さんは3人全員倒すことができたら、まあ、それはかっこいい。やばいですけども。そうですね、シカさんの方は今回2人を選んでいるという形なので、はい、2人抜き、なんとか魔人ブーですることができればというところですね。やばい、なんか掴みが定期的に出ちゃう。やばい、結構やる、結構やる。よし、ここで狙った。いや、グレートサイヤマン。パワーアップなのか、それ、それパワーアップなのか。いてぇ、かかってる。ほら、こういうパワーアップなのか。ポージングの前に。おら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 、やばい、うまい。いいですね。おら、やばい、選手からもうグレートサイヤマンにもなる。ここで、ずーい。おら、おら、なに。いや、かなり連続の攻撃が詰まってますね。なんか、いや、使ってきた。ここで見合ったところで、しかし、ご飯粘りますね、シャカさん。そうですね、相当寝ちゃった、寝ちゃった、寝ちゃった、寝ちゃった。今のスリーパーですね、実は体力を回復するスキルをマジンブは持っています。やべ、はい、かなり大きく回復しました。間違えた、大きかったんですが、うまく当たってる。やばい、来た、ビーデルさん来た。すごい減る、すごい減る。うわ、めっちゃ減る。え、これ、え、倒される。あ、やった、なんとか。おー、なんだこれ。うわ、出た、やばい、捕まる、捕まる。うわ、捕まった。なんだこれ。あ、こっから入るんだ。ここで、お、いい、よーし、出てくるんだ。うわ、出てくるんだ、ゴジータもっと強いんだが。ゴジータこれ無理だろ。しかもスーパーの方のゴジータですからね。確かに、かなり強いキャラクターなので、これは苦しい戦いですね。高さん、なんとしても勝ちに来ましたね。やばい、ここで投げ、何、無理だった。これはカズノコさんもゴジータ出てきたらメンタル的にも心配な部分ありますけども、もう一ポイントもあとわずかなので、なんとか粘ってほしいです。やばい、いけ。あー、これ見つけた。ほら、うわー、もう必殺技で倒してくださいよ、シカさん。もう冷静な雰囲気で、なんとしても勝とうという。さあ、それではやってまいりました最終戦、カズノコさん対シャカさん。さあ、ピックアップされたのはビルス。仕方ないな、ビルス様。これはカズノコさんがビルス様、そしてご飯を選んだのはシャカさん。継続。さあ、しっかり戦っていただきましょう。最終戦よろしくお願いします。やべえ、ビルス様はだいぶ勝ちに来たなっていう印象ですけども。そうですね、かなり強いキャラクターではあるので、先ほどの負けがやはり少し悔しかったのか、ここで巻き返していただければと思っております。先ほどの戦いから続いてご飯を使ってきたってことは、だいぶシャカさんもご飯使い慣れてる印象が、はい、そうですね、おそらくそう、かなり慣れていらっしゃるので、その流れをですね、今回踏まれているんだと思いますね。両者本気で勝ちに来たというのが伝わってくる最終戦。やばい、よっしゃ、お、強い、強いぞこのキャラ。やっぱりさあ、ビルス様をカズノコさんが使いこなし、ご飯を圧倒していく。まず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 い、しっかりとコンボをつないで。ほら、まずい、うまいんだけどコンボが。そうですね、やはり弱いキャラであっても、今回そのコンボだったりとかアクションで、そういった技術でカバーすることもできるというのもですね、特徴ですので、はい、戦闘力の差があっても、うわー、しっかりと頑張っていただければ巻き返すことも可能ですね。
体力ゲージ、ここから見るとなかなか差は大きくはまだ開ききっていないですけども、そうですね、いやいや、まあ、なんか投げたリードというところですかね、うわ、回した当たるかこれ、めんどくさ、どうどうどう、ちょっと遠いですね、しっかりとガードされました、うお、抜け抜けた、うまっ、やっぱりこのカウンターだったりがかなりタイミングシビアですし、投げ抜けというのもかなりシビアな設定にはなってるんですけれども、それがさっきから連続して起きているというところで、やはり相当なテクニックをお持ちなのが伺えます。お二人はやっぱり初めてね、これ今日プレイされると思いますけども、はい、それでもやっぱプレイヤースキルというか、そうですね、上級レベルの戦いが見えてます、すごいテクニックが出てます、はい、で初日とは到底思えない技術で、なんだ、なんか起きてくれ、危ない、やばい、しっかりと避けられました、鹿さん避けましたね、はい、さあピン様体力が危ないぞ、はい、先ほどリードしていたんですけどもかなり追い込まれていますね、おら、いやそれ何でうまいんだけど、それ爆発派でそれなんだ、ビジネス様が持ってかれましたが、ここで悟空5といきましたね、これはスーパーサイジン5ときましたね、もう何とくんだ、悟空はこれはまたもう分かんない、どうなった、カズノコさんの本気を今水中で、なんか隠れてる、触れて、おっ、来たんでいけ、おい、やったー、これやったー、押し切りました、そしてブロリーと悟空の戦い、どちらも強いキャラクターなので、やばい戦いですね、火力やべ、おカウンター、そしてブロリーをシャカさんが使っているという形ですね、はい、おっ、うわしっかりと変身でパワーアップを決めて、逆転に差し掛かろうというところですかね、いいぞ全力、ほら、いや、うまい、マジか、うまい、いやもうタイミングよく襲われて発動しないカウンターなんですが、見事に決められました、うわすげえ、やばい、うわ頼む、おすごい、うまくてうまくいいんだけど、すごい後ろの取り合いが連続で、いけいけ、やばい、おらおおおら、やべえ、これプロリー押してますね、あるぞ、なんだ、なんかやってる、カズノコさんが操る悟空が持っていくのか、やべ、怖くてやってる、持っていくのか、スパーギルソでかなり危険な状況です、これしのげるか、なやばい、これカズノコ、カズノコ、これ必殺技の一つですね、どうだ、おお、しっかりとガードを避けてる、ほらやばい、マジか、すげえ、やったすげえんだけど最後一撃を決めて勝利をもぎ取ったのはシャカさん、やったー、お見事でございました、ありがとうございます、いやすごい強かったな、